貸して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 グッドボタン押してね。ピーピーキャンディー。これはある人形にまつわる不思議な体験のお話です。ある日、僕はトムじいさんのアンティークショップに出かけました。店内を見ていると、ある人形が目に留まりました。可愛いけどちょっと不気味な変わった人形でした。今日は何も買うつもりはなかったのですが、どうしても気になったので買って帰ることにしました。これください。この時、トムじいさんは少し困ったような顔をしました。どうかしましたか？おじいさんは何も言わず、人形を買うことができました。なんでこの人形が気になったのかな。まあ、せっかく買ったし、飾っとこか。この夜、僕は不思議な夢を見ました。貸して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 。寝てる間に地震があったのかな。こんな夜に誰だろう。貸して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 。僕は次の朝に目が覚めました。後日、アンティークショップを訪ねたところ、お店の方の人形も消えていたそうです。トムじいさんによると、あの人形には悲しい伝説があるらしいのですが、おじいさんは口を閉じてしまい、何も聞きませんでした。ていうか、お金貸して。今日のお話面白かった？次の動画でまた会おうね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。